はい、どうも皆さん、こんにちは、レトゲー通信です。ですね、今日はゲームではなくてですね、まあ私、ビックリマンシールのコレクターもやってるんですけど、まあ最近ちょっとあまりやってないんですけど、ストップしてはいるんですけども、まあ割と頑張ってはいるんですよ。で、そこでですね、まあこれ、バインダーが4冊全部であるんですけども、このバインダーの、やっぱり、寂しいですよね。こういう風になってるとね。これに、ビックリマン的なその、絵を入れたいということで、そういう、ちょっといろいろやっていきたいな、という風に思っております。どういう絵を入れるかって、まあ、原画、絵をチョイスするところから、スタートするんですが、ですね、これ、だいぶ前に買ったんですけども、クリマン銀河集の1と2になるのかな。黒い方が先に出たやつで、白い方が後から出た方という感じですんで、ここからですね、やっぱりこれに似合うものをですね、ちょっとね、拝借させていただいて、そこに、入れてみたいなと思います。まあ、これを商売でやると、もちろん犯罪になりますよね。まあでも、あくまで個人の趣味の個人利用ですんで、まあ、その辺はご理解いただければなというふうに思います。さあ、どう入れるかっていうところもあるんですけど、まずどんな絵が似合うのかなというので、ちょっと見ていきましょうかね。ただね、これね、まためんどくさいことに、この本を1枚ずつ買って紹介すると、これまた著作権の問題で引っかかるんですよ。あくまで、いくつか。でもこれすごいですよ、この原画集。ちょっと感動しましたね。これぐらいにしたら見える？この辺で見れば。パラパラっといきますよね。で、私のフォルダーはですね、1段から10段までが1冊、11段から20段までが1冊、21段から31かな？ 32 かな？どっちかわかんないですけども、が1冊。そして、アイス版。5から15が1冊。アイスはまあ全然埋まってないですけどね。最初の5から10ぐらいはもう結構埋まってるんですけども、それ以降がやっぱりね、手に入りにくいっていうのもあって、全然コンプリートとかしてるわけではないので、まあまあ、そのレベルではあるんですけども、ちょっとそれに似合うパッケージをね、作っていきたいなというふうに思っております。原画探しですね。やっぱり1段から10段の、スター選手。スター選手。これも好み分かりますよね。好みがすごい分かれるところではあるんですけども、まあも、私の好きなキャラクターを入れていくのがいいのかなというふうに思ってますんで、それをやっていきたいと思います。探していきたいと思います。言っても大体なんとかこんな感じなんだろうなっていう予想はついてるんですよ。フリックスもかっこいいんだけどね。これヘラクライストのどっち版だろう。ああ、これがノーマルヘラクで、これが赤と緑の方のデザインですよね。これなんかいいのかなっていうふうに思います。ただこれに、書くときに、多分、この辺とかは多分相当苦労すると思うんですよね。あ、見ないね。この辺とかこの辺ね。ちょっとそれは出てくるかなとは思うんですけども、開くいいよね。あー、崩れたね。ネロマシンもいいですよね。崩壊ネロマシンもいいんだけど、やっぱり最初はスターで行った方がいいかな。デザイン的にはすごい好きなんですよ。ロココはかっこよすぎるんだよね。で、まあまあ、じゃあ、ちょっと、ヘラク第一候補でちょっと行きましょう。ヘラクの、
武装バージョンとですね、赤ヘラク、緑ヘラクに使われてたデザインですよね。で、次、お次、11段以降のスター選手、ここも多いんだよね。あ、マスタービーちょっと弱いかな。セントボンビロクなんかもいいような気がしますけどね。でも、ヤマトマクシーになっちゃうんじゃないですかね、こっち側。これも細かいっすね、でもデザイン。これも大変そうっすね。ヤマトマクシーがちょっと第一候補になるかな。ちょっとこれ進んでみると、プタゴラトン、イン、セントポン、インカ、ゴモランジェロ、15段だよね。16段ってなんだっけ？あー、アンドロココ出てくるのか。ロココねー。まあ。で、こっからは、ポセイドスね。まあちょっと飛ばして、ラストですね。20段以降のスターをちょっと探してみようかしら。20段以降のスター選手ですよね。やっぱりここになるとやっぱり新しい人たちにバトンタッチしてますんで、物語がですよね。だからその辺もちょっと気にしていくとしたら、サンマルコいいよね。サンマルコマルコになっちゃうのかな、どうしても。どうなんだっけ。あ、アリキサンマルコはこう、あんまりデザインがね、私ね、好きじゃないんだよね。セイメリス赤27段。パラパラって。あんまりじっくり映すとね、著作権どうなってなっちゃうんで。私これ持ってないんだよね。こんな。なんだこれ。30段の、あ、スサノオロシいいっすね。残り31段だからセーフか。スサノオロシもありか。ああ、ちゃんとついてますよ。特別登録ついてます。まあ大体今の感じで出ましたね。ヘッドロココ、じゃない間違った、ヘラクライスと、そして、次が、ヤマト幕臣の仮面かぶってる方。で、最後が、アレキサンマルコがサンマルコ。このあたりが、こう、あれですね、候補に入るのかなと思います。ヘラクライスと、ブラックゼウスでもいいですけどね。ヘラクライスとブラックゼウス、難しいですね。そして、アイス版っていうのも一つございますんで、アイス版の方のデザイン、これはもう実は決めてるんですよ。アイス版はですね、やっぱり、サタンマリア使いたいよね。このデザインのサタンマリアとかすげえ好きですもんね。映すの大変そうですけどね。この辺は。サタンマリアのかっこよさって多分これが一番いいような気するんだよな。日よりは。まあこれもうこれでほぼほぼいいんじゃねっていう感じですね。サタンマリアの。そういったものを、ここに移
していきたいと思います。やり方としましては、まあ、原画をちょっとスキャンしてパソコンでちょっとサイズ調整とかをちょっとさせていただいて、これにそれを写さなきゃいけないと。だけどこれ材質的にちょっと写すのが大変そうなんですよね。まあ古典的なやり方だけども、カーボン紙を置いて原画をその上に置いて、まず鉛筆でなぞってカーボン紙の部分をこっちに移すっていう、そういう作業がいいよね。それしか方法ないよね。これ黒だなく色違う色であればもっとやりやすかった、やりやすいと思うんですよね。トレッシングペーパー使うってもうないことはないけども、カーボン紙の方が多分うまくいくかなっていう気がしますね。でちょっとやっぱり汚れがあるんで、これ落とさなきゃいけないですね、先にね。こういうところで裏にもそれぞれ何かしらのワンポイント入れたいと思います。それは大きくじゃなくてちっちゃくいこうかな、これぐらいの。それはスター選手というよりは、あ、そんなのもいたよねっていうようなのとか、かわいい、ちょっと日の当たってないけどっていうやつとか、そういうのを入れていきたいなというふうに思っております。はい、ちょっと原画を、サイズを合わせて用意してみました。一応ですね、ヘアクライス。で次がヤマト幕臣の都心系のやつで、結局迷ったんですけど佐野殺しにしました。佐野殺しがいいかなと思って、でアイス版は、お気に入りの、サタンマリアですね。かっこいいですね。これを表紙にするというデザインでちょっと原画を作ってみました。ここにねビッしっくりマンってロゴ入れようかなと思ったんですけど、入れてみるとどうもしっくりこなくて、まあない方いいんじゃないかなっていう気もしておりまして、まあ今回それは入れないでおくと。じゃあこれをトレースする作業に入りたいと思います。で今回はまあ中はもう抜いてます。で台座に適当な辞書を入れて、高さちょうどいいですよね。ちょっきり高さですね。で、まあ、古典的なやり方ではあるんですけども、カーボン紙を挟んで、この原画をまず写すという作業ですね。これがですね、割とちょっきりに作っちゃったもので、ここがカーボンが足りてないのね。2回カーボンを入れ替えないといけないですね。カーボン紙、まあ、いっぱいあるので、ちょっと1枚ずついきますか。そしたらカーボン紙は多少ずれてもいいんだよね。大事なのは原画がピシッとこの表紙に合ってくれてるかどうかっていうところが一応大事なところになるのかなというふうに思います。例えばこっちが出ておりますね。これを固定して、よし、じゃあ打ってきます。
はい、疲れた。やっと一つ出来上がりましたね。結構な時間やりましたね。見えるかな？わかるよね。ちょっとこの辺ね、ミスっちゃったなっていうところはないわけではないけども、あとね、ここか、ここもちょっとミスっちゃったね。いやもうずれてるから感覚で書くしかないですよね。あの最初のカーボン紙を挟んだトレースが割とずれてるっていうね。そうなると大まかな線だけ自分で引いて、あとはもう原画を見ながら感覚で書くしかないよっていうところが結構あったなっていう感じではあるんですが、とりあえず一つできましたね。これもですね、割とまあこの辺とかは細かかったなぁと、ここか。とりあえずこれが1段から10段の収納ボックス一つできました。よし、ではこれをもとに色付けをしていきましょう。例のごとく銀色マッキーですね。銀マッキーでいきます。
ああ、できた。はい、というわけでして、びっくりマンのバインダーのカバーデザインと、表がヘラクライスト、ちょっと汚れがあったので少し落としたんですけども、ヘラクライストと裏がワンポイントの十字架天使ちゃんということで、無事一つできました。あとまだ3つありますけどね。本日の動画はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。